こんにちは。さやかです。こころです。あずきです。かなみです。ゆかです。はい、お年頃の皆さん付き合うならどっち派、年上派か年下派か。じゃあ年上の人。はい、はいはい、全員あずきさん年下かと思った。あー、うん、確かに、うん、両方どっちもいけるどっちもいける年上の人やったらなんか、まあ、妄想やけどなんか何でも許してくれそう。あ、確かに、うんうん、これ欲しい、いいよそれなんかちょっとそうなん、うん、え、違う結構な年上です、うん、お父さんそう、お父さんお父さんかでもなんかそういう年上の人のイメージ。いろんなこと教えてくれそうじゃない、うん、勉強はせへんけど、うん、なんか世の中のこととか確かに同い年と、関わっててもなんやろ、なんか教えてくれへん世界を教えてくれる、うん、あから年上いいよな。何歳までいける？めっちゃいける。へめっちゃって？10はいける。え、全然それはいけるやろ。10ってそんな10はいけるやろ。30何歳とかってことやろ、うん、余裕ちゃう？40いなかったらいける、パパより下。それはそうや、それはそうやな、パパより下がいいな確かに。でも45ぐらいまでやったらいける。でもさ40とかやったらさ、もう例えばさ、なんか遊園地行きたいったらいいよそんなことない。一緒にはさげる、まだあの筋力のある筋力がいい筋力のじゃ筋力ある40何歳探してるかもしれない。絶対おるって。おるおるおるか、おるおる、まだ出会ってないだけ。だって45で普通にさ、なんかパあの小さい子を連れてこう遊園地とか行く人おるやん、うん、そうやな、うんうん、いるかでもここの友達は同い年25歳で41歳の人と結婚してやんか。その人が若いかもしれんけど、41歳の人がけど全然なんかいつも楽しそうやし、うんうん、2人でいっぱいいろんなとこ行ってるし、多分全然大丈夫なんやなってそれを見て余計に思った。なあなあとか言って知らせてるって思った。でも最近ドラマとかで多いやん、あ、年下の可愛い子とお姉さんが付き合ってる、うんうん、あれもめっちゃいいなとは思うけど、自分がって考えた時にあ無理やなって思った。高校生と先生はあると思う。そうよ。え、あるそう。え、ないけどでも憧れはあるよな。高校生ってさ、ちょっとイケメンの先生とかにさ、かっこいいみたいな感じやな。そうそうそう、だって言うて22ぐらいやん、うん、先生お若い人、うんうん、でもなんかそういう期待あるやん、うん、でもおらんくない、かっこいい先生おらんかった現実的な話です。なんか漫画的な感じでさ、かっこいい先生おるかな、他人の先生かっこいいかな、おっちゃんやみたいな感じだいたいあるやん。教育実習の人はかっこいいじゃない。でもその逆の方があるんじゃん。男、男子高校生と女先生の方がありそう。じゃあ先生側ってこと？そうやな。でもそれこそこの年齢でってことやんな。そうそう、高校生の先生行ったら男子高校生の対面にイケメン君が。でもイケメン君思ったらかっこいいなって思ってしまうのな。しかもそれがもうなんかちょっと先生の立場で考えてみたけど、なんかそのかっこいい子がなんか何々先生みたいな感じでこうめっちゃ慕ってくれてたら、かっこいいな、かわいいなって絶対になるよな。かわいいなってしょうがないよな。しょうがない、しょうがない